おはようございます。そして今年一発目なので明けましておめでとうございます。高崎隆之です。今日はね、あるところに向かうために5時に起きて今向かっているところですね。真っ暗ですし寒すぎます。今の松本はほぼ毎朝毎晩マイナス気温なので結構こたえますね。いや今年のね松本はだいぶ寒いですね。今までで一番寒いかもしれないです。結構きついですね。昼間もまあまあまあ寒いですけど、やっぱ朝が一番寒いですね。今年は年男なので豪の虎って言ってね、なんか36年に一度のいい虎年らしいので、いい年にしたいですね。外が暗すぎて顔しか光が当たってないから不気味のように見えますね。まあ僕はなんとか元気にやってますし、まあチームはまだないですけど、まあ今後もどうなるかわからないですけど、とりあえず元気にやってます。まあ、元気が取り柄なので、とりあえず今から向かって、まあ少し取れたらいいなっていうふうに思います。着きました。今日は知り合いの天然氷八津吉さんのお手伝いに来てくれということで、8度ぐらいですか。めちゃめちゃ寒いです。入ってちょっと手伝ったいと思います。似ていますね。みんななんかいい友達なんで頑張って手伝いたいと思います。出した氷がこのレールに沿って、ね、これすごいな。こんなに積み上がってます。氷ね、溶けないようにこれでピッチ
きり埋めて、隙間開かないように、隙間開いたら溶けちゃうんで、これが天然氷です。ここからね、周り、削って、この中のね、綺麗なとこだけ使うんですけど、これがまた運ぶのがね、めちゃめちゃきついです。レール乗せて、ここら辺も自分たちでガッと上げて、ここから釣ってるんでね、1、2、3、4、5、6段、多分7段ぐらいまでいくんですけど、びっちりですね。いやー、めちゃきつかったっす。今日はもうお昼で終わりで、なんとか役に立ったと思います。頑張りました。Yeah.